ブラックジャック21。謎の組織の恐るべき陰謀、治療不可能の奇病フェニックス病の秘密を求め北極圏へ。美しき殺し屋ベニトカゲとついに直接対決。ブラックジャック21は P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。父狭間影道との再会の直後から私の命を狙う謎の組織、陰謀を暴くための鍵ノワールプロジェクト、それは永遠の命を研究する機関だった。21年前、父はなぜ母と私を捨て研究に参加したのか。全てを知る男ドクター・ジョルジュはプロジェクトが生んだ治療不可能の病フェニックス病で生き絶えた。そして今、手がかりを求め私たちは彼の研究所へ向かう。拝見します。はい、どうも。ノースタウンまであとどれくらいで？12時5分到着ですから、あと2時間ですね。お客さんもダイヤの買い付けですか？ダイヤ？ああ、違いましたか。いや、失礼。お医者様はお金持ちが多いのでてっきりそうかと。では、良い旅を。あと2時間やって、そら、でも食べましょうよ。どっちだの？あの車掌、私が医者だと知っていた。誰かが情報を漏らしている。ってことは例の小色地屋が。見つけました。305号室です。確かか？はい、顔に傷のある男で小さな女の子を連れています。ノースタウンへ行くと。わかった、ご苦労。聞きましたか？305号室です。そのようね。ベニトカゲ様、 BJ 暗殺の件は中止命令が出ているはずです。勝手な行動を取るのはまずいんじゃ。組織を甘く見ない方がいい。この件からは手を引け。これは仕事じゃないの、私の生き方。
方はお忘れ物のないようお気をつけください。まもなくイーストタウンに到着します。ホームに降りた形跡はありません。ねえ、これからどうするの？今日はもう終わりだよ。悪いが帰ってくれ。おい、なんだね、お前さん。泊まるところを探しているんだが。泊まるとこ？ここはホテルじゃねえ、飯屋だ。ああ、帰ってくれ。これを。どんな場所でもいいんだが。あるとも、あるともさ。以前は泊まりの客もいたから部屋はあるんだ。もちろん新しいシーツは出すさ。明日山に行くんで車を貸してほしい。車ね。旦那、山じゃ車はダメだ。いいものは用意しますぜ。ねえ、本当にここに泊まるの？明日は早いぞ。さっさと寝るんだ。まあ。犬ぞりの乗り心地は？旦那、ここまででさ、あとは歩いてもらわねえと。この岩場は犬ぞりじゃ進めねえ。何、あと1時間も歩けば旦那の言ってた場所に着けますぜ。いろいろ世話になったな。あんたたちにも世話になった。ひろこ、行くぞ。待ってよ。待ってよ、ケンケ。急ぐぞ。山の天気は変わりやすい。ケンケ。手を離すなよ。紅とぼけ様、この吹雪じゃやばい。一度戻りましょう。問題ない。ジョルジュの山小屋にはこのまま進めばたどり着くはずだ。しかし。だったら別々に探そう。お前は迂回ルートを行け。あったかいココアが飲みたい。頑張れ、もう少しだ。どこだ？あっ！
キノコ。おい、キノコ。あ、今日無理行け。放っておいたら死ぬだろ。知りません。まったく先が見えない。このままではみんな。くそ、ここまでか。大丈夫だ。命に別状はない。だがここでは応急処置しかできない。やはりちゃんとした病院へ連れて行かないと。吹雪がやめばいいんだけよ。私はノアールプロジェクトの手がかりを探す。ドクター・ジョルジュはノアールプロジェクトの主要メンバーだった。人類の挑戦だ。非力な我々の抵抗なのだ。きっとどこかに手がかりがあるはずだ。これはベニトカゲ様。大丈夫だ。強い風でドアが開いただけだ。でもまだ風が吹いている。全然テーブルの下に何かが。何？こいつは隠し部屋だ。隠し部屋。ピノコ、やつを頼んだぞ。なぜ私を助けた？フェニックス病の発症と経緯。これだ。全然。敵に情けをかけるなんて甘いわね、ブラックジャック。お前が欲しいのは私の命だろう。ピノコを離せ。先生さえ言うことを聞けばこの子に用はない。来い、ピノコ。全然。
どうやら傷口が開いてしまったようだな。ヒロコ、応急処置の用意だ。え、だって全然この血と。ブラックジャック、私を甘く見るな。このまま敵に情けを受けて生き恥をさらすわけには行かない。さよなら先生。ピロコ、緊急オペだ。傷が心臓まで達していると厄介なことになる。それにしても私と血液型が同じとはな。つくづくこいつとは縁があるようだ。くそ、やはり傷は深かったか。ピノコ、汗。あいやにさ、ふい、全然、なんなのこの湯気。おそらく雪崩の前兆だ。雪崩。この辺りはダイヤモンド採掘のために地盤が緩んでるからな。じゃ、早く逃げなきゃ。今患者を動かすことはできない。監視。そんな、だってこの人何度も先生をかぶそうとしたんだよ。さっきだって先生のことこんな殺し屋掘ってる。ピノコ、命はな、それがたとえ誰のものであろうと、その命ある限り守ってゆかねばならない。そうじゃないか。でも見てみろよ、心臓が必死に動いてる。死にたくないってな。本当だ。ピノコ、感じだ。ハルメンチュなだれは収まったようだな。先生、私たちどうなるの？下手に動くと瓦礫に押しつぶされる。しばらく様子を見るしかない。誰か！誰か助けて！無駄よ。このまま雪と瓦礫に押しつぶされる。また助けたのね。でももうおしまい。皮肉なものね。あなたとこんなところで死ぬなんて。なぜ私を狙う？あなたは命がけで人を救う。私はその逆。人工心臓を病院から盗んだのはあんただな。なぜだ？私は組織の命令で動いてるだけ。ヒュドラ型人工心臓というんだな。ヒュドラとはギリシャ神話に出てくる不死身の蛇のことだ。フェニックス病と何か関係があるのか？残念だけど組織にとって私は外の人間だから。これを見たことは？彼らのことを知っているか？それはどんなことでもいい。
右から2番目の男はドクター・クーマ。ドクター・クーマ。ええ、今彼はアフリカのガボン共和国の近くにいるはずよ。ランプが、やめろ。いい、今いい。町へ降りたら助けを手配しておくよ。借りは作らないってわけか。そんなところかしら。総流、21は P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。謎の組織の恐るべき陰謀、ついにピノコとの別れの時が迫る。お前がいると邪魔なんだ。人間なんか大嫌い。大切な人と離れて暮らすのは寂しいよな。それで幸せだって言えるの？兄さんを助けてください。私の感情を使って。バカ言え。ブラックジャック21ネクストカルテ、ピノコ日本へ帰れ。最後の最後まで諦めないのがブラックジャックでしょ。シェラクを探せ。ここにいたのよ。さ、次回も僕を見つけてね。